はい、皆さんこんばんは、ゆうすけです。さあ、最近グアダラハラではたくさん雨が降っていますね。ちょうど今日もすごい強い雨が降りました。実は日本もたくさん雨が降る国です。ですから日本語にはなんと400も雨を表す言葉があるそうです。今日はその中からグアダラハラの雨、強い雨を表すオノマトペを2つ紹介したいと思います。1つ目のオノマトペはザーザー。このオノマトペは強く雨が降っている音を表しています。今日はザーザー雨が降ってるね、こんな感じで使います。2つ目はゴロゴロ。これ何のオノマトペだと思いますか？これは雷、雷の音を表すオノマトペです。あ、今ゴロゴロ言ったね。これは雷だな。こんな感じで使ってください。はい、今日のオノマトペはザーザーとゴロゴロでした。これからもいろいろな天気のオノマトペも勉強していきましょうね。それじゃあまたね、バイバイ。3, 2, 1, grabando. Ah, por mejor cambiamos el...